はいどうもふめでるです。今回ですけどつむつむのね最新リーク情報をね、ちょっとね出てきたんで、それをね紹介していきたいなと思っております。まずはね今現在ね3月のログインボーナスがあるんでね、はい、毎日ちゃんとログインしてください。月チケはねもらえないんですけどね、コインとかアイテムとかね、あとプレミアムチケットか、それももらえるんでね、ぜひ毎日ログインしてください。でですね、早速最新の情報が入ってきたんですけど、そのね紹介するんですけど、ステッカーブックですね、こちらがですね3月27日の、水曜日の11時からですね、こちらがね3月の新ツムを使ってステッカーを集めようという、イベントが始まります。でこちらがね何回かね、来たイベントなんですけど、月チケがねもらえるイベントなんですね、これ確か自分の記憶上ですと。そうすると今月はなんと大盤振る舞いでなんと月チケが合計4枚もらえると。今月さあちょっとツム新ツムが残念だったんですけど、なんと月チケが4枚手に入るチャンスがあるといったところでね、本当に嬉しい、みんなも嬉しいでしょうであとね、新ツムの情報が入りました。で、こちらにステッカーブックのね画像が出ているんですけれども、上の方にダンボがいると思います。でここに今月の新ツムじゃないと遊べないよって書いてあるんですけど、その中にダンボがいるっていうところで、確実に新ツムで出てくるはずです。そして3月ね、終盤、月末にね映画も始まるんで、それの影響もあって、3月のね終わりの方に新ツムのねダンボがね出る感じになっております。はい、楽しみですよね。確かねダンボは初期の方にね、でプレミアムのツムで出ているんですけど、その時はね縦消去ですね、はい、それで出ていたんですけどね、今回はねどんな感じになるのかっていうのがねすごく楽しみです。でステッカーブックのさ楽しいところっていうと、スペシャルステージがあって、それがちっちゃいツムになるんですよね。はい、それですごくチェーンが稼げたりコインが稼げたりするっていうのがとても楽しい。そしてそのちっちゃいツムになるのがさダッチェスのスキルみたいなんだよねね、ダッチェスのスキルみたいな感じが、常にできてしまうと、スペシャルステージで。ただちょっとあれなんですよね、コインが稼ぎすぎてしまうというところで1万コインがね上限になってしまうんですけどね、その辺がね、残念ではあるんですけど、すごい楽しいステージなんでね、ちょっとね新ツム持ってる方はねぜひやりましょう。でですね、最新の情報としては、以上なんですけれどもね、今月入って3月に入りまして、来たイベントとか新ツムとかもねちょっと紹介していきたいなと、おさらい的にね、はい。でまだ最初にね3月に入ってね新ツムが2体出て、ビアンカとフラワーが出たんですけど、こちらのねツムがですね、なかなか弱いです。はい、なんであと常駐ツムっていうところもあって、あんまり引かなくてもいいかなと思います。で曲付きのツムなんで、曲が欲しければ曲だけとか、ツムだけ手に入れてそれ以上は追いかけない方が、いいと思います。で、はい、でその後にねピックアップガチャがね出たんですけど、これが意外で3月2日でミニの日というところで、もう新ツムが出た次の日にさピックアップガチャが出てしまうと、もうコインがさもう一気に減ったやんか。はい、それがきつい、本当にきつい。でこれもこの中に
基本的に強い積むはなかったんですけど、やっぱラストワン賞、ラスト賞か、ラスト賞でスキルチケットがもらえるというところでやっぱり45万を使ってしまったというところですね。まあそこでちょっと痛で、でその後に3月5日からかな、また新積むが2体新積むが2体ね入ってきたっていうところで、まあ、こちらがねロビンフッドとダッチェスですね。こちらの積むが、こちらもですね常駐積むになるんですけど、こちらの積むはですね両方ともなかなかお強いというところで、ロビンフッドなんかはねコイン稼ぎができるんでね、コイン稼ぎできる積むが持ってない方なんかは、ぜひね行ってみるのも、いいと思います。ただね、タップが難しいですよね、スキルがね。10ヒットぐらいしないと消去数が伸びてこないんで、まあ、その辺がね継続して安定して出る人であればねなかなかコイン稼げるんでね、はい、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。で、まあ、新積むが2体出たんですけれども、まあ、その出たと同時にですね3月の新イベントがですね、出ました。でこちらがですね今現在自分もやってるんですけど、なかなか長いと、はい自分はね最後の一冊まで来たんですけど、今回もねイベントで手に入るツムじゃない、あ今回はねイベントで手に入るツムがないんですよ。新イベントで、そこがちょっと残念だったんですけど、まあね、先月同様にねスキルチケットが2枚手に入ったっていうところがね、まあ、そこはねすごく嬉しいところですね。はい、でそう、そうですね、ピンズが3つあって、自分はゴールドまで行って一番最後はプラチナか。でまあ一番最後のねブックが多分一番難しいんですけど、まあ、その辺でなかなか苦労しそうなねミッションとかが多分あると思うんですよ。まあ、その辺はちょっとね動画を出していこうかなと思っております。個別でこの例えばなんだろう角の、あ先月のやつで言うと角のある積む、あ角があるツムを使って42チェーン作るとかね、そういうミッションがあるんですけど、まあ、そういうのをね個別で動画を出して、まあ、皆さんに攻略して攻略の手助けになればいいかなといったねそういう動画もねこれから出していこうかなと思っております。まあ、これに関しては新イベント以外にも、例えばビンゴとかね、まあ、そちらの方でも、まあ、反映していきたいなと思っております。はい、そんな感じで今のところの3月の、最新情報、リーク情報と、今現在のね、おさらいのね3月の情報をね紹介したんですけど、まだこれからね、多分もうピックアップガチャに関してはあともう1回来ると思います。でセレクトボックスがですねまだ来てなくてですね、まあ、こちらが何が来るかがちょっとまだ全然予測できてなくてですね、でリーク情報もなかなか入ってこなくて、どうなんでしょうかといった感じなんですけど、まあ、個人的には何が欲しいかな、まあ、ジェダイルークはスキルマンになってるんで、まあ、自分は欲を言えば1月に来たばっかなんですけど、邪悪な妖精マレフィセントと雪の女王エルサがねスキルマンにしたいんで欲しいんですけど、まあ、それは 100% 来ないといったところで、まあどうなんですかね、最近来てなくて再販でなかなか強い積むっていうと何なのかな、やべえ全然思いつかん。でもねリーク情報のみんなの予想を見てみるとピクサー系の積むが出るんじゃないかなと情報があります。まあそれがねトイストーリー系が多い。トイストーリーとバズ・ライトイヤーかな。その辺がね予想されております。はい。
まあその辺はね、まあ、皆さんのね予想なんて確実ではないんですけれども、まあ、その辺も、ちょっと気になるところですね。はい、といった感じで、今回はね、これで、紹介は終わるんですけど、またね最新の、ね、情報とかリーク情報が入ったらまた動画にして紹介していきたいなと思っております。はい、それではね、よろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではご視聴ありがとうございました。